専門虫テトラヒメナの専門。青色は細胞核。専門は細胞小器官の一つで、弁毛と同様、細胞の遊泳に必要な推進力を生み出すものである。構造的には弁毛と全く同じであるが、弁毛運動に加えて専門運動が可能である点が異なる。また、分布様式の点から短い毛が多数並んだものを専門と呼ぶのに対し、 長短に関わらず本数が少ない場合は、弁毛とする区別もある。原生生物においては、専門虫が持つもののみが専門と呼ばれる。なお、細菌類の細胞外生にで、弁毛でないものを専門という。周囲への大きな抵抗で推進力を生み出す。有効だと、次の有効だの準備として有効だよりは、抵抗を小さくしながら、専門を元の位置に戻す。 回復だとを繰り返す運動。有効だと回復だを合わせて、専門だとも呼ばれる。この非対称の効力で効力とは、逆向きの水流を発生させたり、自身の推進力を得ることができる。水泳の平泳ぎのようなイメージであり、専門虫の遊泳は、この運動による。多細胞生物では、運動が神経支配を受ける例もあり、露過接触時の食物輸送のほか、 体液循環、排出物や生殖産物の移送、経路の清掃などの役目を担う。専門を持つ生物や機関が刺激を受けた際に一時的に専門だの方向が変化する現象。しばしは専門運動の一時的な停止を伴う。専門だの変化幅は最大180度であり、この時は完全に運動方向が逆転する。専門はその運動が 周囲の専門と共同的であるが、周囲への専門派の電波方向も逆転する。専門逆転は、カルシウムイオンやマグネシウムイオンといった二回音に対する細胞膜の透過性の変化と、それに伴う膜電位の変化により引き起こされると考えられている。ゾウリムシの頭皮反応が有名であり、現実にゾウリムシの専門規定部には、 カルシウムチャネルが極在していることが知られている。また、この現象は、他の専門虫、極秘動物の妖精、校調動物、軟体動物、積作動物などでも知られている。専門の典型的なものは、ゾウリムシやテトラヒメナ等の専門虫に見られる。専門虫はおおよそ同じ長さの専門を、細胞の一部もしくは全体に持っており、これを振り動かして遊泳する。 専門虫の専門は細胞表面の悲層を基部としており、専門全体としては調和の取れた波のような動きを見せる。通常の遊泳中は細胞全部の専門の移相が早く、専門だの波が細胞後方へ向けて伝播する。この専門の働きにより、ゾウリムシの回避反応や頭皮反応、消耗類に見られる超薬的な移動といった複雑な遊泳が可能となっている。 繊毛の生え方にも多様性があり、小ギ類では数本の繊毛が束となったものが見られる。ウロネマなど一部の属では極端に長い繊毛を一本数本、細胞の後端部に持つものもある。なお、以下の原生生物は繊毛虫に類似するが専門中ではない。したがって多数生えている毛は全て弁護扱いである。繊毛は多細胞動物にも見られる。 海産の無脊椎動物では、発生初期に陽性が、プランクトン生活を営むものが多く、その体表面に洗毛を持って運動する。また、変形動物の渦虫砂のものは、生体の体の表面に洗毛を持ち、これによって移動する。海産無脊椎動物では、エラや、その他のろ過接触器官に洗毛を持つものもある。また、餌を粘液で吸着してから洗毛を使って、 接触器官まで運ぶ接触様式もあり、これは専門粘液接触と呼ばれる。二枚貝や五貝の仲間、その他様々な動物がこの方式を採用している。また、陸上動物であっても粘膜に専門を持つものが多々ある。人を含む哺乳類でも、鼻腔粘膜や気管などの軌道、及び卵管の粘膜上皮細胞表面には、 煎毛が並び混入する異物の排除などに役立っている。また、脳質の上着細胞では脳脊髄液の循環に役立っている。ちなみに、多細胞生物の起源はエリベンモウムシであるとする説がある。エリベンモウムシは単細胞のベンモウムシで、単ベンモウの周囲にそれを囲むエリ構造を持つ。これが海面動物の内壁表層を構成する。 エリ細胞に類似しているという、両者の創造性から導き出された説である。この説が事実であれば、多細胞動物の専門の由来は弁護である、ということになる。ありがとうございます。